中2日でゲームというところで、まあ、やはり最後、お互いにこう体力勝負的なところになってしまった。まあ、しっかりボールを動かす相手に対して、まあ、守備のところで、若干苦労はしましたけど、まあ、それでも、全員で連携、連動しながらボールをうまく奪えていたと思います。まあ、今日は比較的相手コートで仕掛ける時間も多かったんですけども、やはり最後の爪のところで、やっぱり、あと一つ足りない。まあそういうところは感じました。まあこれから、連戦、連勝していくために、やはりゴール前の部分というのは、もっともっと高めていかないと、引き分けても勝利できない。なかなか、納得いかない部分もたくさんあったので、まあ、修正して次のゲームに臨んでいきたいと思っています。以上です。特にそのゴール前のところでの、まあ、ずるずる下がらないボールにアプローチをする、まあ、そこの部分は高まってきた。まあ、さらに今日の相手に対して比較的、中盤のところでボールを取れたというのも、まあ、良かった部分かなとは思います。やはり貪欲に点を取りに行く、まあ、いくら守れても勝ちは手に入らないんで、点を取るところに少し、まあ、課題を感じたんで、まあ、そこを高めていきたいな。本当に勢いの部分が大きいんでね、まあ、やはりプレッシャーの中でやれることを増やす、まあ、そこに尽きると思います。